多摩ニュータウン初の一括建て替えが進められている旧諏訪2丁目住宅のモデルルームが来年1月からのオープンを前に報道陣に公開されました。多摩ニュータウンで1971年に最も早く入居が始まった諏訪2丁目住宅は老朽化のため国内最大規模の一括建て替え工事が始まっています。団地23棟を取り壊し11階と14階建ての高層マンション7棟に建て替える計画です。今日は報道陣に新しいマンションのモデルルームが公開されました。間取りは70から80平方メートルの 3LDK が中心で分譲価格は3000万円台前半だということです。旧諏訪2丁目住宅に住んでいた565世帯が入居し残る684戸は分譲され新しい住民が住むことになります。諏訪2丁目住宅が、平均66歳のお住まいの方、今回新しくマンションにお住まいいただく多分30代が過半の方だと思うんですけども、ここで一つの多世代一緒に新しいコミュニティを作っていただきたいと。コンセプトは世代を超えて長く住めるまちづくり。敷地内には保育所や高齢者支援施設なども入ります。モデルルームは来年1月中旬から公開され3月に販売が始まる予定です。